はい、皆さんおはようございます。昨日内閣府から発表されました GDP 速報値、これは年率換算で 2.4% 増という結果となりました。2期連続のプラス成長でありまして、昨年の消費税引き上げによる反動減、需要の反動減の影響を確実に出しつつある、そしてこれからさらに増加に至っていくであろうと、このように予測されます。これは我々の政権で成長戦略を着実に進めてきた一つの成果であると、こう言っていいと思います。その一つの例として、訪日外国人観光客が今年の3月に150万人を突破して3ヶ月連続で増えてきております。4月は176万人を超えるということであり、5月も好調だと思われます。こうした訪日外国人観光客が増えているということは、この経済成長に資することはもちろんでありますけれども、その要因を分析し、さらにこれが円滑に増えるように努力をすることが大切だと思います。例えば免税店を増やしたということでありますとか、あるいは外国語の文字案内、音声案内がどんどん増えてきております。こうしたことが都市部や有名な観光地のみならず、これからの潜在力のある地域へと広がっていくことが重要だと思います。地方創生の取り組みの中に、こうした取り組みを重要な項目として取り込んで、これからの経済成長に寄与するように一層努力をしていきたいと思います。地方議員、統一地方選を経て、リフレッシュした陣容で、これらの取り組みに党を挙げて頑張ってまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。